はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。ガボンとレースやってまいりましょう。さあ、ガボンとレースというコースなんですけれども、ガボンが投げる鉄球より早く行けみたいなことかなとは思いますね。さあ、スタートやってまいりましょうと。これは一発ダメージ食らうのは確定です。そうそう、その鉄球よりも早く多分自分が先に行かないと、まあなんか積むんだろうね。そういうコースだとは思います。さあ、これで透明パイプが終わってからのスタートになるのではないかとは思いますけれども、結構長い道のりなので一個の突っ替えが命取りになるんじゃないかと思いますね。鉄球早いな、鉄球思ってる早いな。ここヒップドロップで、大砲をどここちょっと待って一発、あ違う、これこっちからこうだわ。あーこれミスったな。これは大いなるタイムロス。まあ一回やってはみるけど、ちょっと今のタイムロスでもうアウトなんじゃないか。そんな気がしなくもない。ここからはこういってこういって、普通にちょっと難しいね。まあでもクリア率も 2% 超えてましたんで、こっちがねやることさえ分かればもう負けないんじゃないかと思いたいですけれども、ここは転がっていけば大丈夫。ここ頭突きで大丈夫。 OK、 優勢保ってますよ。さっきこの時点でもう負けてましたからね。ここハーバー飛び、ハーバー飛びでここはこう転がってオンオフを素早く切り替えて、ここが幅飛びをせずに普通にジャンプしていった方が安全に進めそうな感じでしたね。さあ、ここはヒップドロップをしっかりかましまして、ここも幅ちょっと負けてない、負けてるけど、めっちゃ負けてるじゃん。この辺からもっとこう幅跳びとかをこう駆使してちょっと急いでいくぐらいやった方がいいんだろうなという感じはしますけど、結構時間足りてなかったもんね。そんな時間ないんかいっていう感じでしたね。うわーちょっと待って、ここのミスもダメだろうな。ほんでさ、ここもう一回幅跳びしろってこと？あ、そういうことか。あ、よかった。ワンミスしたけど、いけたわ、このテイクで。オッケー、いけたのかな？ゴールかな？鉄球で道が開いて、クリアではございました。ガボンが出てくるのちょっと怖いけども、オッケーというわけで、コース IT ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。頭を使って走ろうね。さあ、頭を使って走ろうねというコース。なるほど。これはだから、自分が乗ってる方向にこの足場って傾くから、だからできるだけこの真ん中、このリフトの真ん中よりも右側の位置だけに、ずっと着地していくみたいなイメージで、あーちょっと手前乗っちゃったね。手前乗っちゃうと多分大幅なロスになると思う。おお、なるほどね。これでは間に合わないと。でもさ、これ全部で坂道作って加速していかなきゃ、1個飛ばしていこうか。1個飛ばしぐらいでいったらどうなんだろう。1個飛ばしでしっかりと坂道を作っていく。あ、このサイクルいいんじゃない？全部はちょっときついよね。坂道作った方がちょっと速くなるとは思うので、これでどうなんでしょうか。あ、いけたわ。ずり下がれ、屋敷の壁、クリア率が 0.19%。壁キックをしてどんどん下っていくコースみたいな説明でしたけれども。なるほど、なるほど。トゲの配置がちょっとやばそうな感じはしますね。やってまいりましょうと。まあまあ、一応今のところクリア者が一人だけ出ていますけれども、今回は右に伝っといてそこで来るんってことか。オッケーオッケー。このくるんすんの難しいよね。オッケーオッケーで、ここ一回でいいっていうことね。もうこのくるんのギミック難しいんだよね。はい、オッケーオッケーで、もう一回ぐらい来るよね。このギミック大好きね、この制作者さんね。一回くるん、オッケー。また来るよね、このギミックね。ここらへん怖すぎ。このギミックめっちゃ好きだな。うーわ、ここシビア。オッケーオッケーで、ここでこうね。オッケー、もう一回これね。オッケー、中間いただけました。中間があると心強いんだな。このギミック大好きね、この人。ちょっと上手くなってきたけど。まあ、とにかくね、この方向キー、左なら左の方向キーをもう、徹底的に押し、左から右に行くパターンもあんの？オッケーオッケーオッケー。うまいこといけました。うわ、ちょっと待って。壁伝ってる時って右方向とか反対方向を押したからって、壁から離れないから、次進むクルンする方向を、もう早めから押しとくが一番いいね。だからこの段階でもう右ボタンを入力しとくっていう。だからこの次も、このつった、もう今右押しとくんですよ。で、右、で、壁キックなんだ。うわぁ、むずさあ、帰ってまいりました。先ほどやられたところに、で、こっちからこう。今度は壁キックで、そういうことね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。で、ちょっと待って、最後、ドカン、うーわ、ちょっと待って、ミスった。ドカン入るも怖いな。
オッケーオッケー、さあ頑張って。ちょっと待ってよ、最後のここの壁キックもちょっと攻め攻めでね行かないといけませんので、オッケーゴールだった、よかった。難しかったアイテム禁止コースクリアするのに2時間かかった。さあ制作者さんがクリアチェックに2時間かかったという、アイテム禁止のコースでございますので、まあこれはちょっと心してかからないとなかなかに大変な道のりが待っているんじゃないかと思いますけれども、まあまあここまでは割と順調に来れてる感はありますけれどもね。プロペラはちょっと上下にこう揺れるからそれがちょっと厄介なんだけど、まあこの感じでついていけば大丈夫、何も問題はない。これ飛び越えていけるか、これ5マスならちょうどいけるか。で次が4マスで、ここは2マスなんで緩くジャンプするだけで飛び越えられる。なんかめちゃくちゃ順調に来れてるね。これ一発クリアあるんじゃねワンちゃん。これプロペラが下からギュインってくるからそれをちょっと見切らないと。あれプロペラ消えた、プロふわー先ほどここでムササビを取ってしまうという大ハプニングに見舞われましたが、まあまあさすがに落ち着いていけば大丈夫でござんした。裏面裏面もキノコが右に流れるのでそれについていく感じで行って、まあ、どっかでキノコが跳ね返っ、うーわちょっと待って2個来てる、やっとちょっと待っておくれよ。でこの2個さえ飛び越したらここのドアには行けます。いや意外とね、まあ、しっかり集中してやっていけば行けんことない感じのイメージですけどね、このコースは。早めにもうブンブンを片付けてしまいたいんだけども、太陽がすごくやだねっていう。で鍵が多分右にあるんかな。太陽を一回避けましてのこの辺で、ちょっと待って、ここでのこうですよ。まあ、ボス戦突破したらもうゴール近いんじゃないのっていう感じが、しますけれども、さあ土管入ってまいり、あゴールなんだ、あ意外とサクッといけたね、2発でいけたねできたら爽快ドキドキ針避けコース182分の0。さあ一応今のところクリア者がね出てないんで、まあまあまあ難しいのかなとは思いますけれども、まあまあちょっと待ってちょっと行き過ぎたらちょっと待って、ここ行き過ぎたらバネで弾かれて再びガリガリにやられてしまうので、しっかりとやられないようにさあ進んでいきましょう。でまあまあ即死ギミックみたいなのはないかなと思いますが、こういうコースは積むところがあるかもしれないから、とにかく積まないことだけを意識すれば、まあここは別に問題はないかなと。積むところもなさそうだね。ここからこう抜けて、まあここは普通にこう行くだけでいいんじゃない、特にあのトゲとかガリガリとかないから、ここは平和的なゾーンで、こことかがだから危ないんだよ。だからこのバネにいきなり突っ込んじゃうとまたあのガリガリにやられますよっていうね。ちょっとここは抜けていきますね。なるほど、まあここ上ね2マス隙間空いてるから、ここのシビアさは、うわここやば、ここやばそう。はい、うわーこれこの氷ブロックのとこで飛べってことなんかな、ここから。あーいけるんかな、おーやっといけた。ここも怖いな、ほんとこのコースなかなかに怖いですね。ここまでねクリア者も出てないのもなかなかうなずける難易度。オッケー、中間あるんだ、中間よかった、中間はすっげー心が休まりますね。ここからは何ですか、ボス戦の BGM が流れてはいますけども、なんか一気にトゲ抜け、トゲ避け関係なくなった感じがしますね。ここまではトゲとかガリガリをひたすら、避けて進んできましたが、特に中間取ってからはトゲが一個もないゾーンに行きました。ここのドアの先がなんかボス戦的なことなのか？なんだ？なんだ？なんか一気にコースのコンセプトが変わった感じがしますね。急になんか登っていくステージに変わったね。で、最後多分上からガガガガって、ああ、オンオフを切り、あ、ミスった。大丈夫か大丈夫か、1個取れたら多分大丈夫。多分、これで、ずーっとヒップドロップで下に削っていったら土管があって、まあ、ゴールなのかな、もしかしたら。ゴールでもないな、ゴールでもないんだ。これ、なんだ ?2 択か、あれ、下来ちゃった、下来ちゃっていいのかな、なんか上が正解っぽくね。いや、わからんな、よくわからんな、これ。どうなってんの、これ。あっち選んでたら負けてたんだ。あ、確かになんかこれ、あれだ、説明欄のとこにバトルコースにもなりますって書いてあったわ。じゃあ、最初に来た人が下の土管に入って、隠しブロックで道を閉ざして、後から来た人はみんな上の土管に行くから、下から出てくるからゴールできないっていう、そういうことか。